へえ、律者だと。はじめまして、ライデン・メイよ。お前の名前は重要じゃない、律者。それに死ぬ奴の名前を覚える趣味もないからな。続けろ、律者。強風に私に服従しなさい。彼は一体何者なの？まだだ、まだまだ足りない。お前に息がある限りこの戦いは終わらない。一刀両断。律者、お前の実力はこの程度か。本気を出せ。お前が俺に殺される資格があるってことを俺に証明しろ。そうだ、律者、お前が他の場所でしたことのように、この紛争の楽園を本物の地獄にするんだ。体力を温存しないと。相手は強い。強風に私に服従しなさい。お前の本当の狂気を解き放て。その力でこの戦場を征服しろ。大怪獣たちの反応が普通じゃない。狙ってるのは私じゃないの？だったらなんだ、律者。これは無人の戦場、黄滅の道だ。正義かどうか見分ける必要はない。怒りに任せて全てを断ち切れ。全てを殺せ。全てを燃やせばいいんだ。遊びは終わりよ。戦う気ならかかってきなさい。戦う？ふっ。俺が本当にそうするつもりなら、お前が今みたいにここに立って俺と話せるとでも思うのか？俺の名は千号だ。ここにいる他の奴らと同じ融合戦士、黄滅の銘を持ってる。第何位かは忘れた。別に大したことじゃないからな。雷の律者、ライデン・メイよ。律者、崩壊はいつから自分が壊した文明を調べるようになったんだ。私はあなたの知ってる律者とは違う。だがお前は律者だ。律者が人類の力を求めるとは笑える。力を求めるために来たわけじゃない。お前が何を求めてるかなんて俺には関係がないだろう。お前が俺の試練をクリアしたら、俺がお前にチャンスを与える。それだけさ。さっきのお遊びも試練と言えるの？お前は俺を怒らせようとしてるのか、律者。そういう複雑なものは嫌いだ。単純な殺し合いこそが最も分かりやすい試練。負けた奴が死んで、勝った奴が生きる。そして殺し続ける。簡単だろ。律者、ここで倒れた奴がどれくらいいるか知ってるか？私がその一員にならないことだけは知ってるわ。
なら全力でこの楽園で生き残れるようもがけ、リーツ社。そうすればまた会うことになる。今度はお前の本当の怒りを見せろ。そしたら、俺もお前の器を試す気になるだろう。万物は焼かれ、己の身も壊れていく。生死存滅、黄滅だけが永遠に燃え続ける。遅いぞ、後継者。新世代の中でここに来たのは、何も私が初めてじゃないと思うけど。
だが、俺の刻印を継ぐ資格を持つ奴は初めてだ。おかしな話だ。俺の力を受け継ぐ奴が、俺の全てを壊した律者だとは、思ってもみなかったぜ。できれば今の俺の立場なんて忘れて、お前を思い切り殺してやりたいくらいだ。敵を作るためにここに来たわけじゃないわ。それはお前が決めていいことじゃない、リツシャ。でも、今さら敵が増えても気にしないわ。その機会が来ることを祈ってるよ。